でも量を食べるとかラーメン以外にご飯を食べるとか、うん、なんかおかずを頼んじゃうとかっていうのが太る原因なだけであって、うん、ラーメンだけは太りません絶対。本当に私食べてるから太っちゃうっていう話。でもラーメンばっか食べちゃうの本当に、ね、食べちゃう。年末まで我慢しようって言ったのに、もう年末なめられないんやもん、ね、やだ早くない？早すぎる。しかもミク良くないのが脂っこいラーメンしか食べないから。うん、豚骨とか二郎系とかニンニクマシマシとか、ニンニク入ってなかったらマシニンニク足すし、うんうんうん、美味しいもんだって。美味しいもん、マシマシが美味しいもん、うん、本当にすごい食べたがってる。ほんまに？何に食べたがってる？うん、本当に？うん、いいの逆に。すごい、シュールムシ綺麗に食べてる。スプーンいらない。ごめんごめん、さっきのやつ使う。スプーンいらない。まあ今日いっぱい覚えたしいいかなみたいな。まあ確かにね、うん、練習してた。うん、うん、もうミクイモン食べたわこれ。チーズがね、チーズだと思う。確かにちゃんとタバスコついてる。なんでチーズに対してタバスコのさ、その関係性、うん、関連性わかんない。あ、ピザピザ、ピザでタバスコかけたことない。え、ないの？おいしい。あ、パスタに使うやつね。うん、うん、食べたことあるよ、パスタ。ね、牛丼太るって言われたんだけど、やめて。でもミニだもんだって。うん、ミニだもん。ミニに何の半分ってことは、まあ、波になったってことだよ、ね、まあまあ確かに、まあまあまあ、波になったぐらいだよね。そう、そしたらね、うん、あんないっぱい食べてると思うから、うん、そうです。うん、肉も、うん、お腹いっぱい、うん、でもさ、最近本当にご飯いっぱい食べただけじゃ足りなくて困ってたのに、うんうんうん、困ってたのにこれよ。何何これ、私の茶碗がちっちゃいのかな。やっぱり量とさ、うん、あの油もが違うんじゃない。確かに確かに。だね、だってその足りないって言ったのあれだわ、うんうんうん、卵かけご飯オンリーの話。卵かけご飯なんてあれ飲み物だよ。そうなの、飲み物だよ。そうなの、あれ飲み物だよ。ご飯じゃない、ご飯じゃない、ご飯じゃない、液体液体。そうなんだ、常識は知らなかった。それだけ言うとやっぱ違う。そうなの。それとあと何、レンコンの天ぷらだ。レンコンの天ぷらと、確かに油物っていうか揚げ物を食べたよ、うん、でお腹空いちゃったなってなった、あれは、ね、ミクは胃が大きくなったんだって思ったの、うんうん、違うかな。これ現状これよ。すき焼きメナムだと我慢ないんだからもう。すごいこの子本当に、レベルが違う。お腹空いちゃった、胃袋膨らんじゃって。言ってたね。あ、そっか、その分お腹空いてるってしてる、しまっている分が出ちゃってるのか。そう、お腹空いてしょうがないんだよね毎日。そうなのか、早く縮まんないかなと思って。